こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、クロススティックについて質問があったので、クロススティックについてやっていきたいと思います。クロススティックっていうのはこういう叩き方なんですけど、まあこれって、まあ小さい音が、立ち上がりよくこう、ちっちゃくても、まあジャズってこう、ちっちゃいクラブで演奏することが多いので、あんまりこう大きく立ち上がり、要はリムショットスカーンってかけてとか、なかなかできないんで、ちっちゃくても音がスパッてなって、こう、軸がわかるような音を出したい。で、音色を変化させれるっていう意味で使えます。角度でもね、音色を変化させるので、後でやってみたいと思います。あと、左手を押さえつけてから叩くのがコツというところら辺をまとめていきたいと思います。それではやっていきましょう。まず、小さい音で立ち上がりのいい音を作れるっていうことはですね、まあ、要は、うっかっかーの時とか、ビッグバンだったら、とかでいいんだけど、コンボの場合とかワン、ツー、スリー、こういう感じで静かにこう立ち上がりのいい音を出したい。そういう時によく使えますなので、ね、手前にラフを入れたり、ね、っていう風にするとうまく使えます。音色を変化させれるということですね。要はスニアだけでやるとだったのが、こう、こうワンタムワンフローであってもいろいろかなりバリエーションを出せるので、こう音色を変化させれるということですね。もちろん角度でも変化させることができます。こういうなので、例えばこういうのにワン、ツー、スリー、長いドラムソロやるときにこういうふうにね、音がこうなんかこうワウがかかったみたいな感じっていうふうに受け答えなんかも使うことができますよね。という方で、角度でも変化をさせれるということですね。で、こういう、ってやると、もう単純なことでドラムソロができるんですね。左手で押さえつけるのが叩くのがこと。よくこう、ブレーキなんかもそうですが、ってあるんですが、これみんなよくなるのが、こうぐじゃってなるんですね。だから4つ目の時には完全にダメに押さえつけてから叩きます。これちょっとコツがいります。練習しなきゃいけないです。ラフとかでも、このラフがめちゃくちゃ使いんです。だって四分音符だけで裏から来てるから、でドラムソロずっとできるからね、モチーフこれにしちゃう、めっちゃ便利ですからね。あとフィリーがよくやるのは5ストロークですね。これ、フィリーがやるときはバズロールを両手でやって、こうやってると、僕のワードの B っていうのをっていうふうに分解することができるんですね。ワン、ツー、スリー、いくらでもバリエーション作れるので、これなんかも楽しいです。っていう風にできると、ものすごくいろんなバリエーションが増えると思います。音色で変化させて、奥平慎吾さんが言ってましたけど、やっぱりこう、ドラムセットで、こう、フリーのソロなんか、まあフレーズ叩いてる分にはドラムセットがこう、ロックっぽいやつでも全然いいんだけど、音色で聞かせるってなると、やっぱいいシンバルとかいいスネアがいるよねって話で、今日は、結構しょぼいスネアとしょぼいシンバルでやっちゃいましたけど、まあ、とはいえ、とにかくその、今みたいに音色でね、こういうしょぼいドラムセットでも、こういうやって、ってやるだけで音色のバリエーションが増えるっていうことですから、これぜひやっていただけたらと思います。
まあ、ジャズでは非常に対応しますので、ぜひマスターしておきましょう。これできるとね、ものすごいこうジャズっぽくなるんで、そんな難しくはないですから、ただそのコツ、押さえつけるっていうコツだけ頑張ってやってください。本日は以上になります。どうも最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方で、ぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて、毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。